サボ、もしくは、サボ州は、フィンランドの伝統州。また、英名のサボニアから、サボニア、サボニア州とも呼ばれる。西ではめ、北でポフヤンマー、東から南にかけて、カルヤラの、各伝統州と接している。サボの大きな都市は、クオピオ、ミッケリ、サボンギンナ、バルカウスである。現在、サボの地域は、北サボ県と、南サボ県の県域となっている。 サボの地域は1634年にカルヤラ州に属することになった。同州は後にビープリ・サボンディンナ州となり、サボはその後サボンディンナ・キュメンカルタの州、キュメンカルタのサボ州の州域に属した。1775年にキュメンカルタのサボ州が分割され、サボはキュメンカルタの州、サボ・カルヤラ州が管轄するようになった。 フィンランド大公国建国後の1831年に、前述の2州はそれぞれ、ミッケリ州とクオピオ州となり、サボの地域を管轄するようになった。同州は1997年8月末まで、存続し、同年9月からは、この2州が北カルヤラ州と合併し、1997年10月からは、全域が新設された東総務州に所属していた。その後、 2010年1月1日にフィンランド全州が廃止され、サボの地域は北サボ県、南サボ県の県域となっている。サボはサボ人の地域である。サボ人はかなり遅くにフィン人の中に組み入れられたサブグループの一つである。また、サボはフィンランド東部の方言の中心地でもある。サボの人々は伝統的に焼き畑農業に従事していた。 焼き綿農業は、開拓者たちが、サボだけでなく、ポフヤンマー県や、カイヌー県、スウェーデン南西部のベルムランド地方、ノルウェー東部にも導入している。サボの開拓者たちは、フィニッシュカレリアや、イングリア、スウェーデン南部、ノルウェーを開拓していった。サボは13世紀末頃から、スウェーデンの支配下にあったが、1809年に、他のフィンランドの地域と共に、 ロシア帝国に割用された。今日では、ハメは、行政上の機能は失っているが、現在でも、両方の国の遺跡が残っている。サボは、フィンランド語の方言の一つ、サボ方言の中心地である。ただし、サボ方言自体は、非常に広い地域で話されている。ありがとうございます。